こんにちは。今日は合気憲法の打ち方を説明します。まず合気憲法なんですけれども、顔を殴って KO したり、つまり脳震盪を起こさせたり、骨折を狙ったりするような憲法ではありません。相手の重心をね、崩すような、当て身ですね。パンチという当て身の打ち方になります。具体的にはですね、合気ジュースの受けた瞬間に当て身を入れる。まず車倒しっていう技があるんですけども、横目打ちですね。こういうふうに受けた時に小手で顎をかちただ相手の方も、こういう形で顎をガードしながら打ってくるんで、っていう前提で、重心を崩すために、胴体の部分に当てます。このような使い方をします。で、打たれた方はどちらかというと、内臓にダメージというよりはちょっと重心崩されて後ずさりするようなとか、下の方向に向けるとちょっと腰砕けになるであるとか、またこれに打って、バランスを崩すとか、そういう使い方をします。で、打ち方なんですけれども、よく そうですね、最近よく解説があるんですけれども、こっちのキックダッシュを使って足のエネルギーを使って急ブレーキをかけて打つっていう説明をする人もいらっしゃいます。で、うちの流派ですね、キックダッシュは使いません。膝の抜きを使います。膝の抜きって言ってもね、ちょっと膝の抜きって言っても、解釈がちょっとまちまちなんですけれども、こんな感じですね。重心を少し前に行きます。そうすると母指球のとこにグッとかかってしまいますが、これを、重心が前に行って母指球で止まるなんですけども、この母指球と膝をね、ちょっと母指球を浮かす感じなんですかね。膝を緩めます。そうすると重心が前方前にね、移動していきます。なんでこういうこととか、キックダッシュを止めたりとか、膝抜いた後にキックダッシュで出たりとかはしません。膝を抜いて前に出る感じです。この推進力を使って拳に重みを乗せます。で、もう一つのポイントはですね、肘を入れます。つまりボクシングのこういう状態からこのような軌道で打つパンチではなく、こうではなく、肘が入る。これも、このまま線はまっすぐで、肘が入る感じです。そしてそれを重心に乗せた後、入れます。でね、拳の方がサッカー、体の方がサッカーっていう議論とかね、というか、説明の仕方があるんですけれども、実はどっちも一緒なんですね。これを先に出して引きずられていって出すというのもいいですし、こっちが動いて、最後にこれが入るというのもいいんですけれども、そうですね、ここまでスッと出といて、この腕に引きずられて重心が動きます。動いて最後接地した瞬間に肘が入るっていうイメージですね。
もうこんな感じですね。傾向法としてはバレのトスみたいな感じになります。ここに手を置いて、僕がやってる稽古法なんですけども、手を置いて弾く弾く弾く、上がった瞬間に弾きます。なのでここまでは重心の移動で、着弾した瞬間に肘がこう入るという感じのイメージですね。ここまで連れてこの瞬間に入るって感じですね。あとですね、イメージとしては脱力した方がスピードが速くなります。なんで、手のね、脱力が進んだ方がより突きの威力は増します。スピードを増します。そしてあとポイントはですね、まあ例えばこういう新聞紙なんかだと、スピードが遅いとこう向こうにね、ふわっとで、ここら辺から風が吹いてもね、ちょっと一瞬風で移動しちゃったりするのかもしれないですけど、破れにくいですね。でもですね、これ確実に破れそうなものをイメージします。例えば濡れ雑巾ですね。濡れ雑巾なんか丸めてここに投げつけたらなんか破れそうな気しないですか。なんとなく僕が破れそうな気がしますね。なんで濡れ雑巾をここにバーッとぶつけるような、全身濡れ雑巾にしてドサッと、それを最後に肘でドンと叩き込んで、実際にはですね、こっから肘の一個分が加速するような、実際にはどうかわからないけど自分のイメージではそうですね。濡れ雑巾の形はこの膝がスルッと滑る、この肘がこの肩と手のラインにスポーンと出る。だからこの筋肉を使わないでパンチじゃなくて骨をスポーン、これマッスル、はい、力でこの骨でいきますね。そしたらスコーンと抜けて向こうまで通る動きですね。スコーン、順突き、一緒に、はい、別にこれはここでもいいし、これでもいいし、一本剣でもいいし、要するに体が全部の関節が全部滑るようにですね、同時に。意識は筋肉じゃなくて、意識は全部骨に持ってくる。